黄金の夜明けはギリシャの極右政党。移民排斥の主張と行動で知られる。2012年5月ギリシャ議会総選挙で国政に進出した。党のスローガンは、地、名誉、黄金の夜明けである。集会で党員たちがこの言葉を連呼している。ムスリムマイノリティを攻撃する黄金の夜明けのビラ。上部にあるロゴがギリシアカミナリ文を用いた。 黄金の夜明けのマーク透明は、当主ニコラオス・ミハロリアコスが1980年12月に、創刊した雑誌の名前に由来している。その行動は1990年代より注目を集め、2010年代に入ると、ギリシャの経済破綻を背景に支持を伸ばした。内外のメディアからは、ファシストと目されるが、黄金の夜明けの広報担当者は、我々はナショナリストだ。 ファシストはイタリアだろと述べており、ファシズム政党であることを否定している。黄金の夜明けは、1930年代後半に、首相として、全体主義体制を築いたイオアニス、メタクサスの思想への共感を掲げている。移民排斥を訴え、時折過激な暴力事件を引き起こしている。ホモフォビアを掲げ、ギリシャのゲイパレードを襲撃したことがある。 他にも、移民が営業している露店を集団で襲撃し、破壊したり、サッカーでの不入り眼活動など、この団体の引き起こしている、暴力沙汰は、枚挙に暇がない。また、ホロコースト否認を掲げる。一方、逆に、党本部や支部が頻繁に、反ファシストを掲げる、左翼団体やアナーキストの団体の襲撃にあっている。2012年12月3日には、 アスプロピルゴスで事務所の入ったビルが何者かに爆破された。黄金の夜明けのデモニコラオス・ミハロリアコスが1980年に結成した政治運動隊が現在の黄金の夜明けである。1991年には注目を集める運動となり、1993年に政党として届け出が行われた。 2005年には一旦、黄金の夜明けとしての政治活動を停止し、愛国者同盟の活動に参加していたが、後に、ミハロリアコスが支持を取り下げている。2007年3月の第6回党大会で、党執行部は政治行動の再開を声明している。しかし、2009年の総選挙では0.29%の得票しか得られなかった。 ギリシャの財政破綻による経済危機を背景に支持が広がった。2010年11月7日の地方選挙では、アテネージ自治体で5.3%の得票を集め、市議会に議席を得た。大きな移民コミュニティに隣接する地区では、その得票率は20%にさえ達した。2012年4月初頭、総選挙を控えて行われた世論調査では、 支持率が5.5%にまで上昇し、国政進出が確実と目されるようになった。2012年5月6日に行われた、ギリシャ議会総選挙では、すべての移民を国外追放し、国境地帯に地雷を敷設するという過激な公約にも、かかわらず、7%の得票率により、 ギリシャ議会に18議席を獲得した2013年6月、連立政権の一翼を担っていた民主左派が連立離脱。これにより一気に政局が不安定化しており、総選挙も取り沙汰される中、黄金の夜明けの2013年6月現在の支持率は14%と直近の選挙から倍増。 仮に総選挙が行われた場合、議会第三党に踊り出る可能性が高くなっている。同年9月、黄金の夜明けのメンバー内シンパと疑われている極右の男が、ハンファシストの活動家であり、ヒップホップ MC でもあったパブロス・フィサスを殺害した。この事件後、これに抗議する大規模デモが、ギリシャ国内で行われ、 活動家と警官隊との衝突があったり、黄金の夜明けの当事務所が襲撃されるなどした。エヴァンゲロス・ベニゼロス首相代理は、広範な市民の抗議運動を歓迎し、黄金の夜明けに対して議会から出ていくよう求めた。またこれに関連し、28日に、党首ミハロリアコスタ4人が、犯罪組織結成に関与したとして逮捕されている。10月24日、 国会は、テロリズムや、犯罪組織に、関係のある政党への国庫補助を禁止する、法案を賛成多数で可決。これにより、黄金の夜明けへの補助も止められた。ところが、この事件からほどなくして急落したはずの支持率が元に戻っている。2014年5月25日、欧州議会選挙で、得票率9%を得て、議席獲得。 欧州議会に初進出を果たした。2015年9月20日に行われた国政選挙では7%の得票率で18議席を獲得しギリシャ議会第3政党となった。2019年7月7日の総選挙では0議席となった。2020年10月7日、ギリシャの裁判所は殺人事件などに関与したとして党そのものを 犯罪組織として認定した。EU がギリシャに強要する緊縮財政政策に反対している。2015年7月、黄金の夜明けに所属するイリアス・カシリアリスは、EU 側がギリシャに突きつけた構造改革と緊縮財政など、EU 案が記された書類を、ギリシャ議会において破り捨て、大きな情報を重ねて、e、EU 案を飲んだ、アレクシス・チプラスを非難した。 貧困にあえぐ、ギリシャ人に食料を無料配布するなどの活動を行っている。ただし、これらの施しは、ギリシャ人の身が対象であり、移民は含まれない。領土問題などで、長年対立状態にあるトルコとの関係について、この党は強硬な姿勢を打ち出している。ニコラオス・ミハロリアコス党首は、イスタンブールについて、そう遠くない将来に解放される。 イスタンブールを取り戻すなどと主張している。これにとどまらず、黄金の夜明けは、トルコ領土に対する野心を表明している。2013年1月には、黄金の夜明けの党員たちが半トルコでも行い、トルコ総領事の車を襲撃した。ギリシャ国内外で、黄金の夜明けは、実は、裏では、ギリシャ警察とつながりがあるという指摘がいくつか、なされている。 ギリシャの大手新聞、タネア新聞は、ギリシャ国内での左翼団体やアナーキスト団体の抗議デモの際に、警察が黄金の夜明けの党員たちに、棒や無線機を提供したり、黄金の夜明けのメンバーを意図的に逮捕しなかったり、また、黄金の夜明けのメンバーが、中道右派政党新民主主義党の棒議員の護衛をしていたと報じている。 イギリスの極右政党、イギリス国民党は黄金の夜明けと良好な関係を持っており、ニック・グリフィン国民党党首と黄金の夜明けの共同記者会見も行われた。ありがとうございます。